フランシスコ・フラン、ホセ・ビジャルバル・オドリゴは、スペイン・バレンシア出身のサッカー選手。セグンダ・ディビジオン・スポルティングで基本所属。ポジションは MF。バレンシアのエル・カバニアルチックに生まれ、地元バレンシア CF のカンテラで育成された。2014年8月1日には、その才能に目をつけた、リバプール FC から獲得の打診があったが、これを断って、 バレンシアと4年契約を結んだ。2014から15シーズンに16歳で B チームデビュー。シーズン終了後の2015年6月26日、トップチームから声がかかり、シーズン前のプレシーズンツアーに帯同した。同年12月16日、コパデルレイのバラカルド CF 戦でトップチームデビューを果たした。2018年7月21日、 セグンダ・ディビジオンの CD、ヌマンシアに、レンタルされた。ヌマンシアでは、定位置を確保し、リーグ戦39試合に出場して4ゴールを挙げた。2019年8月7日、A2 部のバーミンガムシティ FC と3年契約を、交わした。3日後のブリストルシティ FC 戦で早速、移籍後初出場を果たすと、その試合の MVP に選出された。序盤戦こそは、 安定した出場機会を得ていたが、若手選手のジュードベリンガム対等やフィジカルの弱さが露呈し始め、12月に入るとベンチ入りさえ叶わなくなった。2020年1月27日、出場機会を得るために、セグンダ・ディビシオンの UD アルメリアに買取オプション付きでレンタル移籍をした。2020から21シーズンも引き続き、 アルメリアにレンタルすることが決まった。2021年8月3日、2021から22シーズンは、スポルティングで基本にレンタル移籍することが発表された。ありがとうございます。